様、こんにちは。毎年恒例、海上自衛隊佐世保地方隊サマーフェスティバル2024へようこそお越しくださいました。この2日間、佐世保港の至るところで艦艇や潜水艦の一般公開、さまざまな装備品の展示、自衛隊制服の試着ブースや広報ブースなど数多くの催しを行っております。佐世保地方隊の夏の風物詩をどうぞご堪能ください。そしてただいまのお時間は私たち佐世保音楽隊の演奏をお送りいたします。指揮は佐世保音楽隊長一等海尉長岡秀幸です。そして私は案内役を務めます三等海曹久保智樹です。どうぞよろしくお願いいたします。オープニングはマツケンサンバ2でおなじみ、国内外でご活躍の作曲家宮川明さんの作品からファンファンファンタスティコをお送りいたしました。続いては昨シーズンの NHK 連続テレビ小説ブギウギより大ヒットした主題歌ハッピーブギをお送りいたします。朝ドラファンの方はご存知かと思いますが、先日ブギウギのキャストが作品の垣根を越えて現在放送中の朝ドラ虎に翼に同じ役として出演し、重要な役目を果たしたことが SNS でも大きな話題となりましたね。それではお送りいたしましょう、ハッピーブギ。Thank you.
ありがとうございました。連続テレビ小説ブギウギよりハッピーブギをお送りいたしました。さあ皆さん、本日は大変気温が高くなっております。私たち音楽隊員も水分補給をしながら演奏させていただきます。ご来場の皆様も熱中症予防のためしっかりと水分を取りながら私たちの演奏をお楽しみください。続いては夏にぴったりの爽やかなナンバー、君の瞳に恋してるをお送りいたしましょう。世界中で愛され数多くのアーティストによってカバーされているこの曲は、近年 Z 世代を中心に SNS で再ブレイクしているそうです。現代の若者にも愛される不滅の魅力を持つこの楽曲を、本日は佐世保音楽隊の精鋭パーカッション隊による熱いラテンのリズムでお楽しみください。君の瞳に恋してる。
テナーサックス一等階層小坂高弘、佐世保音楽隊サックスセクション、トランペット三等階層谷口真奈、そして佐世保音楽隊パーカッション隊でした。ありがとうございました。君の瞳に恋してるをお送りいたしました。ここできっと誰もが演奏したことがある懐かしの楽器をお見せいたしましょう。小学校の音楽の授業で使用される鍵盤ハーモニカです。今まさに使ってるよという小学生の皆さんや、かつて使っていた大人の皆さんも鍵盤ハーモニカを弾く時の感覚をぜひ思い出してみてください。本日は誰もが簡単に音を出すことができるこの可愛らしい楽器で、南米アルゼンチンの情景、香り立つようなミステリアスな響きを再現いたします。鍵盤ハーモニカの持つ大きな可能性にご注目ください。リベルタンゴです。どうぞ。
鍵盤ハーモニカ三等階層梅原裕貴。フルート二等階層久賀直美。ありがとうございました。リベル単語をお聞きいただきました。続いてはシンガーソングライター牧原紀之さんの名曲遠く遠くを隊員の歌でお送りいたしましょう。30年以上にわたり数々のヒット曲を生み出している牧原さんですが、音楽の素晴らしさもさることながら、自然と胸に響く天才的な歌詞も大きな魅力の一つではないでしょうか。同窓会の案内状、欠席に丸をつけた、誰よりも今はみんなの顔見たい気持ちでいるけど、故郷への思いと現在の生活、夢や情熱とのせめぎ合い、きっと誰もが味わったことのある切ない感情を描いたこの歌、本日は牧原紀之さんのコンサートでバックコーラスを担当した経験を持つ自称佐世保音楽隊のマッキーが歌います。お送りしましょう、遠く遠く。遠く遠く離れていても僕のことがわかるように、力いっぱい輝ける日をこの街で迎えたい。皆さんこんにちは、ジンツおかえり。大園の桜は咲き乱れ、この頃になるといつでも新幹線のホームに待った、見えない花吹雪思い出す、まるで父御さんの時のようにぎこちないスーツ姿も今では割と似合うんだ、ネクタイをうまく選べる。同窓会の案内状、欠
二等海曹阿波津義典、クラリネット二等海曹鈴木博典、ありがとうございました。トークトークをお送りいたしました。ここで世界の海で活動する海上自衛隊について紹介させていただきます。海に囲まれたこの日本を守るため、海上自衛隊には周辺海域における弾道ミサイル防衛をはじめとした警戒監視、ソマリア沖アデン湾における派遣海賊対処行動など、今この瞬間にも皆様の目の届きにくい場所で365日昼夜を問わず任務に取り組んでいる隊員が数多くいます。また国際平和協力活動や災害救助活動、人道支援など日本だけではなく世界の平和につながる活動も行っています。今後も日々の任務に邁進している海上自衛隊に対しまして、皆様からのご理解と温かいご声援をいただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。いよいよ次が最後の演奏となります。おしまいはいよいよ開会式を迎えたパリオリンピックに臨む全てのアスリートへのエールを込めて、テレビ番組報道ステーションスポーツコーナーで流れるおなじみの楽曲をお届けいたしましょう。ラストナンバーミラクルショット。
これをもちまして海上自衛隊佐世保音楽隊のコンサートを終了させていただきます。この後も海上自衛隊佐世保地方隊サマーフェスティバルを最後までお楽しみください。また14時45分よりこの会場で再び音楽隊のコンサートを開催いたします。ただいまのステージとは少し違ったプログラムとなりますので、ぜひお越しいただければ幸いです。大変暑い中最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。